はいというわけでアップレディオ第42回目ですねお届けしていきたいと思います来客メディアコンサルタントの佐藤明です今日もアップレディオをお聴きくださいましてありがとうございますはいというわけでですね、えー、また1周空いたわけなんですけども本来であればね先週、えー、対談のですね お話をお届けする予定だったんですけれども、実を言うとですね、まだ取れていません。<laughs> はい。えー、なんでかっていうお話をですね、まあ簡単に雑談がてらにでいうところで最初お話しするとですね、まあせっかくなら、まあ緊急事態宣言も明けたしということでですね、まあその人がね、少ない時間とか、そういうのを調べて、まあ、えー、実際にですね、その対談取りに行ったんですね。で、 取りに行ったはいいんですけれども、もうね、久しぶりに、僕は、あの、緊急事態宣言が明けてから、初めて、まあ、コンビニとかね、お店とかで会う、まあ、店員さんとか以外でですね、まあ、知り合いの人にあの会うっていうのがですね、本当に、 かなりり久しぶりだったんですね3ヶ月ぶりとかほんとそのぐらいだったのでもうねめちゃくちゃ嬉しくてですねもういろいろとあの、まあ、世間話というか、まあ、ビジネスのお話とかですねいろんなお話でもう本当に花が咲いてですねで、えー、収録する時間が <laughs> なかったというですね何をしに行ったんだって話なんですけれども。 まあね、あのちゃんとご安心いただきたいのがこの後、ね、あとね収録のちゃんと日にち段取り決めてますのでその時にねちゃんと撮りますので、はい、あのお待ちいただければなと思います。はい、まあねただなんて言うんですかねきっとあの似たような方多いんじゃないかなと思うんですけれどもやっぱ何てんですかね自粛だ自粛だとかっていろいろ言われるとなかなかねやっぱり移動しにくいじゃないですか。 でまあ、僕の場合はね、まあ、家族ちっちゃい子供いますしあとよく子供を連れて行くねすぐ近くにあの実家あるんですけども実家に住んでるのがもう高齢者なのでやっぱねそういうのとか考えると万が一自分がというのをですね考えるとどうしてもですねやっぱり今はちょっとそこは我慢するべきだろうということで、まあ、正直ね本当髪切ったのも本当つい最近ですね何ヶ月ぶりだろう今年に入って1月に。 なのでで相当久しぶりですよね,ね髪ボボに伸びてたんでそれも髪ようやく切りってっていうので、まあ、ずっとね20年ぐらい通っている美容室行ってどうでしたっていう話とかちょっとね近況を話したりとか、まあ、そんなのとかねしたりとかしてまあまだねあの状況的にはかなりよくはなってはいるんですけども、まあ、いつどこでねどうなるか分かんないっていうのがあるので、まあ、最善のというか。 まあちゃんとねその辺気をつけてまあ、生活はしていこうかなと思ってるんですけどいや本当にねもう早くなくなってくんないかなこのコロナというふうにね、えー、もう毎日のように思っていたりします。 はい。ただまあ、なんていうんですかね、お店とかもね、ようやく開いたりとかして、人のね、流れとかもあって、まあ、駅前住んでるんですけども、駅前とか出たりとかすると、やっぱ人がね、いたりとかすると、なんか安心するって言うんですかね、ああ、いつもの生活戻ってきてるっていうのとかで、ね、ちょっとね、ほっとしてるというか、そういったところとかもあるわけなんですけれども。はい。まあね、やっぱね、 また、まあ、第2波、第3波来るんじゃないかみたいな話とかもあって、実際のところどうなのかわかんないですけども、まあ、最悪の事態を想定して最善を尽くすということですね。それを、やっぱね、引き続き我々はしておくのが、まあ、それしかないんですけれども、っていうところではないかなというふうに思っている次第です。はい。 ということでですね、えー、まあ雑談からいつものに始まったわけなんですけれども、まあ、今回はですね、そのブログの何かノウハウとかそういうのではなくって、まあ、おかげさまでですね、このアップレディを、えー、来月で2年目ということでですね、もう1周年もう迎えるわけなんですね。いや、本当にね、めちゃくちゃあっという間だったなっていうふうに思うんですけれども、 やっぱね、それのちょうど節目っていうのもあったりとか僕自身があといろいろとですねあの、まあ、やっていたこととか前もねちょっとお話をしたんですけれども一つ区切りがついたっていうところもあって、まあ、新しくね挑戦していこうかなと思うことがあるのでちょっとそれについてねお話を今回はしてみたいなというふうに思ってますはいでで、まあ、挑戦っていううお話で言うと まあ何をね、するにしても、結果的にその挑戦、まあ挑んでいくってことをしないことには、まあ成功も失敗もしないわけですし、まあそもそもスタートラインには立てていないという状況であるわけなんですけれども、まあこれを聞いているあなたはですね、きっとそのウェブでの集客ですね、まあこれ聞いてくださってるっていことであれば、まあそれに今挑戦中ではないかなというふうに思っています。はい。 でその挑戦をする人たちを僕は応援したいという気持ちでですね、まあ、ずっとコンサルティングだとかあとはまあ教材作ったりとか、えー、あとアカデミーというまあオンラインスクールですねそういったものを運営したりとかセミナーで登壇させていただいたりとかそういうとかでですねいろいろと情報発信をさせていただいてきたわけなんですけれども、えー、僕自身がですねちょっとここで最近思うのがなんかやることがなんかずっと僕自身が すすごく一辺倒っていうんですかね、まあ、これはこれで、ね、ブログ仕組みがある程度できたおかげでっていうのでずっと生活は回っているわけなんですけども、まあ、授業も含めてですね。ただこのままでいいいののかなってやっってててすすごく考えてしまったっていうのがあるんですよねでそういうのもあってなんか自分自身もやっぱ変化させていかないといけないなっていうのとあとはやっぱりもっと成長していきたいなってすごく思ったんですよね。 なんかやっぱりその、例えば同期でやっているメンバーとかいてですね、で、今もなお本当第一線で活躍されている、本当素晴らしい仲間たちなんですけれども、そういった彼らのね、活躍とか見てると、やっぱ日々何かしらに挑戦していて、で、やっぱりその成長しているっていうのが、やっぱり見てて、はたから見てて分かるんですよね。で、そういうのを見たときに、まあ、僕自身も別に何もしてこなかったわけではないですし、自分なりにいろいろとできることっていうのでやってきたわけなんですけども、 ただ、なんか、うん、このままだと、なんか自分ってこれでいいのかなっていうか、まあちょうどね、今年でもうあと1ヶ月ぐらいで、僕、ちょうど誕生日迎えるわけなんですけども、まあ40代になるということでですね、やっぱなんか、いろいろとね、考えたんですよ。<laughs> はい。で、えー、そこで思いついたのはですね、まあ自分自身も新しい挑戦をして、 まあもうね、取り組み始めてはいるんですけれどもこれをですねあの過去に僕自身そのブログでいろいろな情報っていうのは何をしてきたかっていうともちろんノウハウとかも出してきたんですけども自分が実際に挑戦してきたこと自分が検証してきたこととかやってきたことっていうのを基本的にそういったものをずっと出してくるっていうスタイルでやってきていてでそういうのをね結構やっぱ参考にしてくださって喜んでくださっていた方が非常に多かったというのもあってですね まあ、ある意味、なんでですかね。あの、本も出版させていただいたりとか、まあ、いろんなね、こう、談とかっていうのをさせていただいたりしていて、まあ、先生と呼ばれる機会も非常に増えたわけなんですけども、ただ、ずっとその先生というポジションであぐらを書いているっていう人も、やっぱり僕自身がなんか、すごくね、違和感があって、やっぱ挑戦して、自分自身はやっぱ第一線でね、一緒に走る人間でありたいなってすごく思ったんですね。はい。というのもあってですね、 いろいろと僕の方で今挑戦中のを、まあ、今はですね、そのアカデミー、まあオンラインスクール、僕の方でね、もう、これもおかげさまで4年目迎えたんですけども、こちらの方でですね、僕は何かしら活動した時に、こういった考えをもとに、こういった投稿してみましたとか、こういった活動してみましたっていうのとか、全部もうその裏側を今見せるという企画、ちょっと始めてるので、まあ、もしね、よろしければそのアカデミーの方、えー、ぜひ入っていただければなと思うんですけれども、まあ、 えー、まあ、それほどではないんですけどもね、こういった、えー、ポッドキャストの番組とか、あとは SNS やブログ、えー、そういったものを通してですね、まあ、その部分的にではあるんですけども、経過ですね、えー、今のところこういうふうにやった結果、こういうふうになってますよ、とか、こういった成果出ましたよ、とか、あとは、こういう失敗しましたよっていったところとかもですね、えー、積み重ねさず、ちょっと出していきたいなと思っています。はい。 で、まあ、なんでそこまでいろいろと話をしようと思ったのかっていうとですね、やっぱりいろいろと調べたりとか、自分でするときにですね、成功体験をもとにいろんなノウハウっていうのは、まあ、基本的に構成されているわけで、それはそれで非常に役立つわけなんですが、ただやっぱりその、 そうならなかった時ってやっぱりあるわけなんですよね。あれこの通りにやってみて、これで成果出るって言われたのなんで出ないんだろうとかっていうので、やっぱ不安になってしまったりとか。で、そこで手が止まってしまって、そのまま辞めてしまおうっていうケースとかって非常に多いんですよ。で、やっぱそういった方とかの、やっぱ僕自身はね、そうやってウェブで集客したいっていう人たちのやっぱ力になりたいっていうのが自分のその授業の根幹にあるっていうのもありますので、例えばその裏側を見せて、僕もこんな失敗するんですよと。 でただ失敗したあとどうやってその後えー、じゃあ次につなげてったのとかじゃあそこでどういう考え方したのとかどういうふうにそれを捉えたのっていうところとかやっぱそういったところっていうのはやっぱ知りたい方結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますし僕が逆にですねいろいろと教わるときにやっぱそういったところの方が実は僕は聞きたかったりとかするんですよね。成功ノウハウっていうのはもちろんそれはそれでね、えー、素晴らしいものなんですけれどもやっぱその裏側。 そういったところっていうのも知ることによって自分が逆にそういう状態に陥った時にあ僕もやっぱこういうふうに失敗するんだとでああの人が言ったように同じような失敗ってやっぱりしちゃうんだなとじゃあこの人ってこの後どういう考え方したんだっけとかどういうことして行動をとったんだっけっていうこととかがあればですよそしたら逆にそこからじゃあリカバリーすることができるようになりますのでそういったね側面でもちょっと情報を発信していくっていうのはもちろんじゃないかなっていうふうに 思ったといった経緯があったりとかします。はい。で、まあね、あの、何をするにしても失敗っていうのはつきものなんですけども、えーまあ、今回ね、じゃあ、どこからスタートするのっていう話なんですけども、もうね、何も成果が出ていない状態からスタートします。まあ、基本的に僕の場合はそのコンサルティングですとか、あとは、まあ、アカデミーとか、 えー、そういったところとかで教えしている方っていうのはもう今すでに取り組んでいる方である程度形ができている方々なんですね。でそういった方々って実は直すところってもうはっきりしていてですね。あ、ここ直せばうまくいくなとか、ここの部分こうなってくからここを直すともっと良くなるなとかっていうのって、まあ、はっきり言ってすぐわかるんですね、そういうのって。もうこれまでにもうかなりの数。 えー、見させていただいてるっていうのもありますので、大体そういうのってある程度、まあ、パターン化されるっていうのがあります。もちろんそこから細かいところっていうのは個々によって違うので、そういうのはね、えー、この人の場合はこうだとか、あの人の場合はこうだっていうところで細かくいろいろと分岐して分けていくっていうふうにはなっていくわけなんですけども、そういうのはですね、僕めちゃくちゃ得意なんですよ。はい。なので、例えばそのね、まあ、宣伝じゃないんですけども、ブログ今うまくやってるんだけどうまくいかないよっていう方、ご相談いただければ、 あの、どこ直したらいいかとか、この後どうしたらいいのかっていうところは全部僕それをお伝えすることできますし、その辺のフォローアップは全部できますので、まあね、そういう意味でもね、コンサルティング申し込んでくださっている方っていうのが、基本的にやっぱりその何かしら成果出てるっていったところでね、あのすごく嬉しいお声をいただいてるっていうのがあるんですけども、逆に僕すごく苦手とするのがあって、それ何かっていうと、僕ゼロから立ち上げるのめちゃくちゃ苦手なんですよ。要はその お家を建てる、例えばその、まあ、建設系っていうんですかね、わかんないですけども、そういった事業とかで言うと、僕リフォームはめちゃくちゃ得意です。リフォームは得意なんですけれども、家を建てるっていうことは僕すごく苦手なんですね。はい。まあ、できなくはないんですけれども、やっぱり人ってね、得意不得意っていうのがありますので、どっち伸ばすのかってなった時に、僕リフォームのが得意だったんで、ひたすらリフォームを伸ばすっていうのをずっとやってきてたので、 新しくね、新規で始めるっていうのはすごくね、苦手意識がやっぱり未だに強かったりします。はい。というのがあるので、じゃあ、えー、まあ得意なところもね、もちろんこれからいろいろと別の企画で進めてるのがあるので、そういうのもまたね、別の機会にお話しできたらなとか思うんですけれども、そうではなくって、苦手な部分、そこを逆に出していって、僕がね、逆にこう苦手だって言って全然できてないっていう人間が、それがね、いろいろとあの失敗をしたりとか、 成功したりとかそういったね、えー、経験繰り返しながら、えー、何かしらに成果出すっていうところに,もにこぎつけたのであればそれはそれで一つの面白いコンテンツになるんじゃないかなと思いますしまあちょっとねビジネス的なお話をするとこういったものっていうのも全部最終的に要は成果が出りゃいいんですねまあちょっと言い方悪いかもしれないんですけれどもで要は成果さえ出てしまえばそこまでの過程っていうのはもう何て言うんですかね全部コンテンツ化できるんですよ。 何をしたらどうなったか。で、そのため、にその過程でどうなったかって全部それコンテンツ化することができるので、これでね、成果出すことができたら、というか出すんですけども、えー、出たらですね、えー、例えばなんかセミナーをしたりとかですね、なんか教材にあの特定で追加したりとか、そういう形でね、提供していくっていうのも、実を言うと、あの、ちょっと考えていたりとかします。 はい。で、そういうのでですね、実とその、実際のところやっていること、新たな取り組みとかっていうのは、まあ、結構その、ひた隠しに従う傾向っていうのはあるんですけれども、そううのを出しておくことによって、逆にそれが一定数やっぱね、見てくださる方っ,っていらっしゃるんですね。で 成果が出たっていうのと何なんかすごくないこの人みたいな感じでですね、一気にそのやっていた人の株が上がったりとか、あと認知度上がったりとか、あとじゃあこういう経緯があって、この人成功したんだったら、じゃあ今の自分のようにうまくいかないのもきっと気持ち分かってくれるし、ちゃんと教えてくれるんじゃないかっていったところでですね、すごく親近感を持ってもらったりとかっていうので、まあちょっとね、戦略的なお話ではあるんですけども、そういうのとかもね、考えていくと、実は言うと本当にやっていることって何一つ本当に無駄にならないっていうのがあるので、ぜひね、 そういった挑戦とか取り組みっていうのは、そのあなたの授業でですね、取り組まれていることもうね、全部洗いゆる出しちゃうっていうのはね、僕は結構お勧めしてます。まあ、もちろん出しちゃいけない部分とかっていうのはあるとは思うんですけども、まあ、その辺のね、場合は、あの、あなた自身でちょっと、調整していただくといったところで、 いろいろね、それはやってみると面白いんじゃないかなと思いますね。まあ、例えば分かりやすい話で言うと、あの、しくじり先生ってあるじゃないですか。あれすごく人気ありますけど、結局、あれって失敗談を元に何を経たのかっていう、そういった学びを最終的に得るっていうものですけども、やっぱその失敗した時のお話で興味あるわけなんですよ。なんで失敗したんだろう、この人は、とか。そういうのとかね、いろんな角度から。 あの、聞けますし。まあ、あとね、バラエティなんて、ちょっと面白おかしく編集されてたりとかして。まあ、そういう意味でもすごくね、わかりやすいいまあ、一つのエンターテインメントであり、同時に学びでもあるといったところでね、僕、すごく好きな、まあ、番組の一つであるんですけども。まあ、そんな感じでですね、結構やっぱね、その、失敗経験ってね、人ね、知りたがるっていう傾向はやっぱありますので、ぜひね、そういった、まあ、今ね、ちょっとどうやって、 まああの、ビジネス的なところで言うとね、展開していくっていうのを前提にしていくと面白いかっていうお話をしましたけども、そういうのもまあ参考にしていただくといいんじゃないかなと思います。はい。ということでね、じゃあ肝心の新規事業、今どんな状況かといったところなんですけれども、えっ、ー、とですね、今現状、ブログのゲット 間での PV 数ですね。まあ、延べの閲覧数ですね。閲覧されている回数が月に28回しか閲覧されていないというですね。もう弱小サイトというか、もう立ち上げ直後のような状態のサイトですね。はい。で、このサイト、実はもう3ヶ月ぐらいも立ち上げてからで、時間は経っているんですけども、その間、実はほとんど何もできていません。はい。で、なんでかっていうとですね、地域に密着した形での、えー、サービスなので、 コロナあったじゃないですか。まあ、今もあるんですけども。で、やっぱそういうのがあってですね、どうしてもその、まあ地域に密着して、で、人がね、そこで行ってとかっていうような事業とかになってくると、やっぱね、そのねコロナがあると、やっぱどうしてもね、敬遠されてしまったりとか、あとはそもそもね、それをね、今の期間は我慢しようっていうとかで、やっぱ二の足踏んでしまうっていう方とか非常に多いというところからですね、えー まあ、どうしていこうかっていうような戦略とかはね、そういったお話とかは、一緒に共同でね、展開する方とかとお話をしてはいたんですけども、具体的にその代々的な活動っていうのはしていないという状況でした。はい。まあ、そういうのもあってね、本当に今既存のページがあって、といったところで、そこで終わってしまっているというのもあってですね、結果のその総ページ、ビュー数は1ヶ月間でなんとたったの28と。 いうことでですね、1日に1人来てくれるか、1人見てくれているのかどうかというところですね。はい。で、まあ、ちょっとね、えー、まあ、アクセスの解析のお話にもなってくるんですけども、結構その PV 数、述べのね、閲覧されてる回数って結構皆さんよく気にするんですけども、PV 数よりも、実はと大切なユーザー数なんですね。要は何人来てくれているのかというところですね。で、PV 数というのはその、何人か来てくださった方が、 えー、ページを開いた総数なので、なんで、極論するとですね、一人の方が28回ページ開いても 28PV になるんですよ。はい。というのがあるので、そうなってくるとですね、実と PV 数っていうのは、そんなにその集客と直接的なつながりっていうのは、えー、なかったりとかするんですね。それよりも、月間でどれだけ来てくれているのかというところの、まあ、ユーザー数というところのが、実はと、えー、注目すべきところなんですけども、じゃあその、ユーザー数、今どうなのというと、 結間で9です。9。9名の方ですね。まあよく立ち上げただけのね、状態のサイトに、まあもちろんいろいろと考えてね、組み立てはしたんですけども、そこに9名来てくださったなっていうのはあるんですけども、9しかないということですね。ということで、まあ、あってもなくても大差がないような今状況というところなんですけど、そこからのスタートになります。はい。なんで、これから何していくかっていうところのお話なんですけども、まずはそのサイトの作り込みですね。これからいろいろと、えー、 手こ入れをしていきます。はい。やっぱりね、えー、この間何してたかっていうと、3ヶ月ぐらいの間何したかっていうと、同業他社ですね、のサイトをめちゃくちゃいろいろとして見てみたんですね。実際に同じ地域で展開するところどうなのかとか、広告展開してるところってどういうページの作り方してるのかとかっていうのを徹底的に僕なりに研究をしてですね。で、それをもとに、あ、こういうページ作ろうっていうのとかがいろいろとあるので、それをまずは作っていくっていうところですね。 で、え、それやるとですね、基本的にその SEO といった検索からっていう形のまあアクセス流入ですね、それを狙うっていう形になるんですけども、やっぱりリアルの集客になってくるので、Google マップですね、あの、Google マイビジネス、それを使った、え、ま、集客っていうのも同時に今進めようとしています。 はい。で、Google マイビジネスっていうのはその MEO と言ってですね、もっとそのエリアが、では、狭まるんですね。例えばなんですけども、東京都の新宿区って言った東京都の新宿区で展開している。もしくはそこがサービス提供内の、えー、事業者しか出てこない。そこで登録しているとこしか出てこないというところがあるので、ライバルが実は SEO が、えー、まあ、 極論すると世界、世界中ですよね。要はそれに関連するコンテンツ発信している全サイトというのに対して、その地域というところで限定されるのは、実はかなりライバルスとは一気にギュッと絞まれるという、絞られるというところですね。というのが特徴としてあります。なので、この二つを並行してやっていくというところですね。で、えっ、ー、と、加えてですね、今回新たな試みとしてですね、実は僕、今まで広告って使ったことがないんですよ。 はい。まあ、一つね、その広告費1万円使ってっていう Facebook の記事、一時ね、ものすごくあのアクセスあった記事があるんですけども、それで一回試験的にというんですかね、実際どうなのかという、ね、検証で一回やったことがあるんですけども、基本的にですね、その広告僕使ってこなかったんですね、ずっと。というのがあって、 じゃあ、新しい挑戦っていうところですのリアル事業っていうところでの挑戦っていうのと、あとは ME を使った集客っていうところの挑戦と、さらにですね、その広告を使った挑戦ということでですね、3つの挑戦ですね。それを1つの事業でやっていこうかなと思います。はい。ただ、例えばその広告費って言っても、いきなりね、1月目から50万円使います、100万円使いますって言うかというと、そういうわけではなくて、例えば日にね、数千円しか使えませんとか、あと、 月で数万だけしか使えませんとかっていうのがやっぱりほとんどだと思うので、えー、そういう意味でもですねその広告費っていうところもある程度金額を絞ってですね要はよりそのリアルなっていうんですかねあの中小規模の事業を展開してる方たちが実際にそれをですねああこうやったらうまくいったんだなるほどねじゃあやってみようっていう時に真似しやすいっていう金額それで設定してちょっとやっていこうかなというふうに思っているところですはい というところでですね、えーまあ、今後、まあ、2年目からはですね、その新たな挑戦ですね、そのあたりどうなのかっていったところのお話、あとはね、冒頭でね、ちょっとね、えー、まだ収録できてませんってお話だったんですけど、ゲストの方はすでに何名か決まってますので、もうね、今まではちょっとこの方がお話できてからっていうので、ある程度ちょっと順番決めてあったんですけども、もう時間取っていただける方から順番にですね、どん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 、えー、お話をさせていただ いてで,す、ね、で順次配信をするというスタイルにちょっと切り替えていこうかなと思います。はい。ということでですね。えー ぜひ、まあ、僕自身いろいろ挑戦をしていくのでそれを聞きながらですね、まあ、も,もしね何かあの勇気づけられるところとか気づきになるところがあれば本当に嬉しい限りなんですけども僕と一緒にですねあの挑戦していきませんかということでですね、まあ、2年目のアプリデオのコンセプトは挑戦ということでね、えー、お届けしていきたいなと思いますので、えー、ぜひ、ね、これからもお聴きいただければなと思っています。 はい。ということでね、まあ、今回のお話に対してはね、ちょっとね、ご質問とかっていうのはないかなとは思うんですけれども、えー、アップルディオの方では、引き続きあなたからのご質問ですね、ご相談、そういったものをね、えー、もう大々的に募集しております。はい。えー、これまでもね、それで、え、議題に挙げてお話しさせていただいてきましたけれども、 これからも同じように、そのいただいたご質問には一つ一つお答えしていきたいなと思いますので、ぜひね、なんかね、こういうふうなことやってるんだけどどう思うみたいなことでも全然構いませんし、お気兼ねなくね投稿していただければなと思います。で、その投稿専用のフォームは、どの番組のその回でもですね、ページの下の方に専用のフォーム設けておりますので、そちらの方からどしどしご応募いただければなと。 ご応募じゃないですね、えー。お送りいただければなと思います。はい。というわけでですね、えー、今回のお話は以上にさせていただきたいなと思います。次回こそは対談の音声お届けできると思いますので、えー、お待ちいただければと思います。はい。というわけで、アップリディオ第42回目ですね、えー、以上となります。えー、本日も 最後までお聞きくださいまして本当にありがとうございましたまた次回お会いいたしましょう